兄弟たちよ、今宵もまた目覚めの時ではなかった。だが我らにドルドの神々がある限り、必ずやこの不浄な世界を滅ぼさせしめるであろう。共に祈ろう、選ばれし肉体に奇跡の起こらんこと。暴力と破壊の王、サルドーの名にかけて。1995年、人間の精神波を伝達する新物質アステナイトが発見されました。アステナイトは生命の意思を内包する性質を備えており、現在では医療機器の一部で素晴らしい効果を上げています。これらは回復の遅かった患者がアステナイトの力によって肉体の治癒能力が活性化した記録です。我が社はこの現象を応用し、あらゆる生命が持つ防衛本能を物理的エネルギーに変換することに成功いたしました。アームの状態はどうだ？大丈夫か？オーケーだ。作業を急いでくれ、もう時間がないんだ。ダイヤさん、支援室から連絡です。今出るわ。最終チェック始めるぞ。データ送ってくれ。アステライトをレベル30まで上げるんだ。準備はオッケーね、ジョン。はい。この実験はあなたが主役になるわ。頑張ってね。おー、約束だな、ジョン。僕もあやかりたいものだよ。アドラ。いや、失敬。今回のプロジェクトには僕も少なからず関わっているんでね。新開発のガードスーツとやらを間近で見ておきたかったのさ。あなたの興味はともかくとしても、アルファプロジェクトの委員会には必ず認めさせてみせるわ。そうですよ、アドラーさん。無法地帯のキャンサーをきっと救えるはずです。そうだな、ジョン。鋼鉄の森、サイバーウッドとはよく言ったものだ。この町はテクノロジーの血液で活動する巨大なコンクリートの生命体だ。だがその肉体を蝕んでいる病魔がある。キャンサーのことですね。そうだ、スラムを集結させたクズどもの町、キャンサーだ。アルファプロジェクトはそのクズどもを浄化するために連邦政府に依頼されたものだ。だがライアたちのような手ぬるいやり方ではダメだ。この町の未来にとって有害な因子まで残してしまう可能性がある。先ほどスライドでご説明したアステナイトガーディアンです。そのためにもこの実験を成功させるわけにはいかん。このスーツには人体に内包されている精神波を物質エネルギー化して外部に放出する機能があります。アルファプロジェクトはスラム地域の浄化を目的としていますが、治安維持のために流血の犠牲があっては真の問題解決とはなりえません。ご覧の通り、4台のロボットは皆機能を停止しました。このスーツによって生まれた生命のエネルギーが必ずキャンサーを救えるはずです。目標に対しての瞬時無力化および犯罪者の無血逮捕も夢ではないのです。そろそろです。エネルギーの放出はもういいのよ。わかりません。僕は何もしていません。すぐにスーツの回収にかかって。はい。
外れない。ジエンド、ジョ、目覚めよ、目覚めるのだ、サルド。別のエネルギー体がジョンに侵入している。担当医の話では全身軽い火傷を負っているとのことですが、命に別状はないそうです。どういうことだ。奴はスーツと一緒に自爆する予定ではなかったのか。いや、そのはずでしたが、奴自身に奇跡が起こったとしか思えません。ですが、とりあえずあのスーツの復元は不可能。もういい。奇跡だと？くだらん。おそらく奴はあの状況の中で自分の身を守るために何かしたに違いない。どうやらお前を見くびっていたらしいな、ジョン。一体何があなたに起こったの？あんなことになるなんて。いいえ、私の責任だわ。あんな大事故の要因を開発テストの段階でチェックできなかったなんて。許して、ジョン。また派手に転がったもんだぜ。おい、救急車はまだ到着しないのか？もう間もなくだと思いますが。やろう。こちらゴードン、こちらゴードン。大型車両の事故処理中に突っ込んできた暴走車を追跡中。これからダウンタウンを下ってキャンサーへ入る。応援をよこしてくれ。いいか、大至急頼む。本部了解。20分後に補充警官が到着します。それまで頑張ってください。バカ野郎。誰だ。気がついたようだな。なんだこれは。少しの間の辛抱だ。君には素晴らしい運命が待ってる。何を言ってる。何のことだ。いかんな、そう興奮していては。ここから出してくれ。出せよ。音が済むまでおとなしくしていてもらうぞ。
どうなってやがる。動くな。息もするんじゃねえぞ。よし、いい子だ。名前は？ジョン・ストーカー、セントラルガードカンパニーの研究助手だ。よし、ジョン、手間かけ出すんじゃねえぞ。どこ行った？あの野郎！癌細胞とはよく名付けた。こんなところにジョンがいたとはね。我々にとっては無縁なところだよ。ジョン。なあライア、君は優秀な科学者だ。その気になればまだやり直しが効く。君さえよければ僕の力で研究を再開することだってできるんだよ。ジョンを目撃した刑事の言っていたことが本当なら、彼は今頃生きてるわ。バカバカしい。キャンサーに入り込んで無事でいられるわけはない。キャンサーはジョンの生まれ故郷なのよ。なんだって。ジョンはジュニアハイスクールまでの生活をキャンサーで送ったわ。それから自力で街を出て私の研究所にやってきた。二度とキャンサーへは戻らないと言っていたのに、あの実験のせい。まあ落ち着きたまえ。ごめんなさいアドラ、あなたには迷惑をかけるわ。相手が君なればこそだライア。でなければキャンサーなど死んでも行きたくはないさ。ドルドの兄弟たちよ、我々が長く待ち望んだ時が今宵訪れる。そして明日の太陽は我らの頭上だけにその輝きを放つであろう。サルドーに祝福を、ドルドに栄光を。どうしたライア。今ジョンの声が聞こえたような気がしたのよ。そんなバカな。早々の列のようだが、何か変な。ここはどこだ。誰か助けて。ジョン。何？見よ、この若者を。破壊の魂を内に宿し、不浄な世界を打ち砕くのは彼だ。おー！彼に祝福を。つけたぞ、ジョン。ジョン。よくもこの俺を欺いたな。キャンサーのゴミ野郎め、その報いたった今受けさせてやる。サード、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 サ
ンが死んだですって。本当だ。彼は悪魔信者たちの生贄になっていた。これで君も理解しただろう。この町に救ってる奴らは狂気の世界の住人でしかない。アドラ、ジョンは本当に？邪魔するな。お目覚めのようだね、ミス・ライア。誰なの？私をどうする気？その前に礼ぐらい言ってもよかろう。気を失っているところを助け出したのは我々だよ。そうね。おかげで珍しいものを見せてもらったわ。原始的な偶像崇拝の集団がこの時代に生き残っていたなんて。違う！偶像などではない。極めて現実的な存在だよ。あの怪物のことね。あなたたち、ジョンに一体何をしたのよ。もはや彼はジョン・ストーカーではない。ドルド最強の破壊者、サルトーだ。ですから私は思うのです。サイバーウッドと呼ばれるこの町こそ来たるべき未来時代の牙城に相違ありません。しかし考えていただきたい。我々の足元にある暗く貧しい世界の人々のこと。現在連邦政府によって進められているキャンサーシティ改革のプランがあります。1万人の警官、1000台のブルドーザー、そんなものが本当に必要でしょうか。ポーズ。目撃した刑事が言ってんだよ。超人的な力を持ったゴリラみたいなやつだってとな。そっちに現れたらパニックになるぜ。何のことだかわからんが、君も焼きが回ったな。うちの連中はただの警官とは違うぞ、ゴードン。その刑事はキングコングの夢でも見てたんじゃないぞ。そんなこと俺が知るかよ。必要なのは愛です。何だる愛で彼らを救うのです。これは一体何が起こったのでしょうか。
我々にはまだ情報の確認がなされておりません。そのまま切らずに。バカどもの処刑がついに始まったぞ。あなたの顔、見覚えがある。ようやく思い出したのか。20年前、アステナイトの公式発表に一人だけ反対した学者がいた。ミスライア、20年前どころか、中世の時代からアステナイトは実在し、利用されていたことを知っていたかね？ドクター・フォルクス。目標は S201 ポイントに移動した。追跡を開始せよ。ウルフ101、了解。102、了解。銀の弾丸や十字架が闇の力を封じ込めたのとは逆に、邪悪な魂を引きつける金属も存在したのだ。ドルド教の古代神話に登場する悪魔の鎧にそいつが使われていると知ったとき、私は決意した。アステナイトを使ってその鎧を復元させてみようとな。そんなものをよくもジョンに。そうだ、人間を人間以上の存在へと導く素晴らしい発明だ。狂ってるわ。ジョンを元の姿に戻して。それは無理だ。肉体の変貌は彼自身の意思によって行われたのだからな。強烈な怒りと殺戮の心を持つ者にしかサルドーの鎧は同化せん。嘘よ。嘘ではない。我々は12年前、キャンサーの少年たちの中にその怒りの種を植え付けた。サルドーの鎧を着せるためにな。ジョン・ストーカー君、我々は君を心から歓迎しよう。本当にこの機会でキャンサーを救えるんですね。そうよ、人の正しい意志が生命を力に導くのよ。僕の命がキャンサーを救う。鋼鉄のジャングルに出現した百獣の王のごとき怪物はその後行方をくらまし、現在死警察の必死の捜索にもかかわらず未だ発見されておりません。怪物に関しての情報は当テレビ局でも受け付けております。ご覧のナンバーへおかけください。見つかるなよ、この俺が行くまでな。
サルドーの鎧が閉じられている。アステナイトの効力は 100% 発揮されているはず。一体何が原因で。悲しみだ。悲しみの支配する肉体では鎧を使うことはできん。ですがこのままの状態ではサルドーは愚か、次なる神々たちの復活にも影響を及ぼしますぞ。分かっておる。ジョン、そこにいたのね。ジョン、待って、どこ行くの。ジョン、生まれた町。いや、待て。どうした。今何か動いたようだ。やつか。どうやらお出ましのようだな。目覚めよ、ジョン・ストーカお前は人間じゃない。近寄るのも汚らわしい怪物だわ。そうだ、お前はもうジョン・ストーカーなどではない。偉大なる破壊の王、闇の世界の支配者だ。聖なる王に流血をもたらしたこの女を許してはならん。その爪で引き裂き死に至らしめよ。また会えたな、ジョン。久しぶりだ、ライア。アドラ、その格好はまさか。俺はこのマシーンでゴミどもの巣を一掃するつもりだった。それを貴様らが邪魔をした。ジェノサイバーを持ち出すなんて狂ってるわ、あなたは。俺はこいつと同様、怪物的な力を持っている。お望みなら目の前で引き裂いてみせようか。まだここじゃやらん。こいつが死ぬべきところは決まっていたんだ。さあ行こうぜ、ジョン。死ぬべきと。実験場だ。誰だ。
こちらゴードン、怪物に関する重要な手がかりをつかんだ。すぐに全メンバーをセントラルガード社に集結させてくれ。どういうこと？分かるように説明を。そんな暇ねえんだよ。そんなに心配かい。怪物になっちまった。ジョン。ああそうそうそう、俺もまだ全部信用したわけじゃねえが、怪物、あいやジョンがこれ以上暴れることはもうないはずなんだろ。サルドの鎧は怒りと殺戮の感情によってその力を発揮するらしいわ。事故の意識を取り戻したジョンでは鎧の破壊力を使えないはずよ。立っているのはやっとという感じだな。その調子だ。まだおねんねの時間じゃないぞ。やっぱりサルドンの鎧は力を失っている。化け物め、くたばり損なったか！俺がもらう。欲しけりゃ取りに来てみろー。
ったくすげえやつだな。SGC ビルの屋上で消息を絶って以来、怪物はその後姿を現してはおりません。これに対し特別捜査班のゴードン警部は次のように語っております。怪物はビルの屋上からものすごいスピードで遠方へ飛び去りました。奴を見たのはそれが最後でした。本当なんですか？捜索は打ち切るということですか？ゴードン最後だってだろ、もう出てこねえんだよ。それじゃ後のものは車までお願いね。男がいるんなら手伝わせないよ。いいのよ、起きるとうるさくて大変なの。